パリオリンピックの出場をつかみ取っての率直な思いであったり感想であったりをまず全選手の皆さんにお伺いできればと思います最後まで諦めずにあの、まあ、自分を信じてスケボーして、まあ、最後にあのパリのチケットをゲットできたので、まあ、ここからが本番なのであの気合い入れて頑張りたいです、まあ、この3年間、まあ、すごいあの、まあ、地獄のような3年間でもあったんですけど、まあ、そこをなんか 少しずつなんか乗り越え、なんとか乗り越えられてきて、なんか本当に光が少しずつ見えてき来てるような気がしますかね。